ジガゾアダモスの整形ベルタランは、ハンガリーの画家である。1835年5月8日、コロジュバールに生まれ、1910年8月21日、ブダペシュトで亡くなった。ロマン主義絵画、かつ、アカデミスムに即した絵画の制作をはじめ、ハンガリーの歴史に関する歴史画を描く画家のうちで、最も重要な人物の一人となった。主要作品は、 ラヨシュ2世の遺体の発見、エゲル城の女たち、もはやちの戦い、ラースロー5世とウルリク2世など、ベルリン、ミュンヘン、パリ、ホラントなど、西ヨーロッパの都市へ、数字にわたる旅行を行い、当時の西欧の新市長や新技術に触れた。その結果、円熟記後には、ジャポニスムの流れを組む作品や、映写機を使う、フィルム作品も残している。 聖系ベルタラントランシルバニアにおけるハンガリー系貴族の家系に生まれ、父は聖系、ダニエル、母はケレメン・ヨハンナと言った。父の職業は法廷における首席書記官であった。出生地のコロジュバールは現在はルーマニア領である。ウィーンに上京して帝国美術アカデミーに進学1851年から1855年までの間、 ヨハンネッポムク・ガイガーとカール・ラールに指示した。その後トランシルバニアに戻り、カイガーを教えた。次にマルヒ・エンドルフのアイヒエルブルク伯爵に仕えることになる。1858年に、聖景はマルヒ・エンドルフの町で、ジャネット・カダーナと結婚した。1859年の冬になると、ミュンヘンへ行き、カール・フォン・ピロティのもで研さを積んだ。聖景が、歴史画の制作に、 大きな意義を見出したのは、この違法の地、ミュンヘンにおいてであった。当時は、ハンガリー史における激動の時代であった。時代の要請に応える形で、成形はドイツからハンガリーに戻り、発表する作品を通して、民族の栄光の過去及び、国家の将来について、同時大臣に自問自答させた。1862年に、成形は、ペシトに住み、 1863年に行われたコンクールにおいて作品、新生ローマ皇帝カール7世の闘争で優勝した。これで得た賞金で1864年にはホラントとパリを旅行した。1870年代には女性の一生の連作や小舟の上の愛し合う二人などの助上的な作品を制作した。1880年以降は壁画制作にも乗り出した。 成形ベルタランの壁画作品は、ブダ城の聖母飛翔天協会、ペーチの大聖堂、ハンガリー国立歌劇場、ケチケメイトシシ役所などで見ることができる。また、1871年からは、装飾芸術大学の教授も務めた。1902年には、同大学の学長になった。晩年は、エドワード・マイブリッジや、エティエン・ヌジュール・マレーの動画像を記録する技術の、 研究にも興味を持ち、1905年の映画2、メスタースコラでは監督として名前が載っている。また、文学作品の分野にも重要な作品を残した。ペシュト近郊にある町、サダにある生形の邸宅は、生形の没後、記念館として運用されている。ありがとうございます。